この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。第1幕第1話。とある楽器メーカーが主催するバンドコンテストを翌月に控え、西村和樹は苦悩していた。いつかメジャーデビューをと誓い合い、コンテストにエントリーしていた自分たちのバンドが女絡みの些細な理由で空中分解の状態にあったから。途方に暮れ、一人夕暮れの教室でギターを弾く和樹。彼に付き合ってくれるのは隣の教室から流れてくる奏者不明のピアノの音色だけだった。そんなある日、いつものように隣の教室のピアノと気ままにセッションを楽しんでいた和樹は、その中に普段とは違う音色が混ざっているのに気づいた。その音は楽器が奏でるものではなく、彼が今一番熱望していたパート、とても凛々しくて澄んだ女の子の歌声だった。あなたは？俺？もしかしてギターの人？まあ、3Eの西村和樹。そっか、あなたたちが弾いてたんだ、ホワイトアルバム。まあね、俺と謎の誰かさんの2人で。古い歌だけど、でもとても好きな歌。あなたもそうなのかな？これで初めて弾いた曲、友達にはミーハーだの軟弱だの散々からかわれたけどな。あ、私と同じ。私もね、初めてカラオケで歌った曲、男の子にも女の子にもお受けだったけどね。あ、そう。あ、ごめんなさい、名前まだ言ってなかったよね。はじめまして、ギターさん。私はね、西村だってば。第1幕第2話。彼女の名は初芝幸音。人気美貌とも誰もが認める学園ナンバーワン美少女。明るくて人当たりがいいにもかかわらず、よそよそしくて人付き合いが悪いというちょっと矛盾した性格の謎めいた同級生。しかしてその正体は、ちょっとだけ見えっ張りなせいで自分に貼られた美少女のレッテルに思い切り引っ込みがつかなくなった、実はとても家庭的で人懐っこい女の子。趣味は庶民らしくカラオケ。けれど高嶺の花を演じなくてはならない今は、興じると人格が変わってしまうその趣味を他人にさらすことができずに悶々とした日々を送る。よって趣味はカラオケ、改め趣味は人から。この曲の出だしのコードは、あ、私知ってる。へえ、弾いたことないのにわかるんだ。うん、2428の02でしょ。は？あ、私のホームグラウンドってハイパージャムだから、和樹くんは X3600、 それとも P から？何のコードだよ。その物語は少しだけ設定がアレンジされていたけれど、序盤に関してはほぼ原作に忠実な展開だった。けれど原作よりもかなりコメディー色が強く、ちょっとだけヒロインがおバカっぽく描写されていた。歌が上手くて可愛いだけの素人ボーカリストと、白紙だけど技術は凡庸で融通の利かないギタリストは、
練習風景一つとっても何かと会話が噛み合わない。そんなこんなで和樹と過ごす時間が増えるたび、どんどんお互い美少女のメッキが剥がれていく雪音。けれど彼女はある、和樹の自分の底が、和樹にかごめんね。けれど、彼女は和樹に自分の底が見透かされていくことにいつしか心地よさを覚えていく。やだな、もう私あんなにおっちょこちょいじゃないよ。第1幕第3話。ボーカルとギターは揃った。いや、彼らにとってそれは揃ったとは言わない。コンテストに出場するバンドの体裁を取るには最低でもあとベースとドラムは必須だった。コンテストまで残り3週間、和樹は必死になってベースとドラムの経験者を探し回ったはずなのに。それがなんでここに来ることになるんだ、西村。いや、ピアノうまいな。質問の答えになってないだろう。これだけの腕があれば3週間あれば余裕で間に合う。やった、キーボード見つけたぞ。ベースとドラム探してたんじゃないのか。冬木頼む、俺たちのバンドに入ってくれ。お前、私と会話する気ないだろ。パートなんかどうでもいいんだよ。それよりもメンバー同士の相性の方が大事だろ。どうして相性がいいなんて思うんだ。俺と合わせられるのはお前しかいない。だから質問に答えろ。俺みたいな下手くそをフォローするにはお前くらいの腕がないと不可能なんだよ。自分の腕前を冷静に分析してるのは評価するけど、だったら身の程をわきまえろ。それでも俺は冬木がいい。いや、冬木じゃなくちゃダメなんだ。取ってつけたような推奨はやめろ。そういうの寒気がするんだよ。けどお前だったんだろ。俺が一人きりで落ち込んでた時もずっと付き合ってくれてたあのピアノ。知らないね。第1幕第4話。彼女の名は冬木春菜。雪音に負けず劣らずの美貌と、雪音とは勝負にならない圧倒的不人気を誇る学園ナンバーワン空気、ただし不穏な。有名ピアニストの母親の七光で、教師さえも口出しできない天才ピアニストにして学園内のアンタッチャブル。しかしてその正体は、いつも隣の教室で下手くそなギターに付き合ってくれていた謎のピアニスト。かなり不愛想だけど実は面倒見のいい、隣席のクラスメイト。ただし和樹限定の。やり直し。わかったよ。お前このくらいもノーミスで弾けない程度の腕じゃ一次予選のデモテープで落とされるぞ普通。ああ、一次はもう通ってるから大丈夫。その時のギターは俺じゃなかったけどな。なんでこの私がお前なんかに巻き込まれてコンテストで笑い者にならなくちゃいけないんだ。自分のコンクールじゃ2位に落ちたことすらないのに。本当にすごいんだな冬樹。昔の話だよ。ほら続けろ。うん。なあ西村。ん？お前なんだってメジャーになんかなりたいんだ。頑張ってる割に全然上達しないのに。質問するかこき下ろすかどっちかにしてくれ。じゃあ質問の方だけでいいや。そうだな。世界に自分の生きてきた証を残したいからかな。
言って。ちょっと待て、真面目に答えたのになんで殴るんだよ。何うさんくさいこと真顔で言ってんだ。うわ、鳥肌立ってきた。気持ち悪い。そんなにおかしいか。男なら一生に一度はそういう志を抱くものだとか、そう思わない？まだ女にモテたいとかいう理由の方が分かりやすくて好感持てるぞ。前の仲間たちはみんなそうだったけどな。おかげで俺の志は腹抱えて笑われた。何しろ俺一番下手くそだったから。だいたい生きた証なんか残したいか。自分が今ここに存在してることがそんなに嬉しいか。え？訂正、今のなし。忘れてくれ。ああ。とにかく、まあご立派だこと。せいぜい頑張ってくれ。眩しすぎて私には理解できないけどね。そっか、冬樹には分かんないか。雪音は分かってくれたんだけどな。雪音？これからもずっと応援してくれるって、ファン第一号になってくれるって。現実的なんだよなお前。せっかく才能あるのにもったいない。もうちょっと自分の夢は大きく。ちょっとおい、理由を言え、理由を。この劇団のファンならきっと誰でも知っている、知っていてそれを楽しみにやってくる。この劇に出てくる主要なヒロインは全て瀬野内明一人で演じているということを。物語の構成やヒロイン同士の掛け合いを捨ててまで一人の女優の演技力を前面に押し立てていることを。その看板女優はさっきまでの明るく愛嬌のある第一ヒロインに次いで、トゲと影に満ちた第二ヒロインもきっちり演じ分けてみせた。舞台劇に合わせてちょっとだけ原作キャラより暴力的で感情を分かりやすく表に出すようアレンジされていたけれど。カズサ、あんなに理不尽な子じゃなかったよね。そうか、あんなもんだったぞ。そりゃあもう怖いのなんのって。もう演奏の腕前も知識もなか、何もかも、ヘボギタリストを上回る天才ピアニストは、その問題のある性格のままに彼を特訓という名目でいじめ尽くすけれど、彼はその日々こそを待っていたかのように彼女の特訓に必死でしがみつき腕を上げていく。そんな彼女と彼が二人きりで過ごす、時間が増えるにつれ、心を近づけていくのはあまりにも自然な流れだった。ただ一つだけ自然じゃなかったのは、その自然な流れが一つじゃなかったことだけで。第1幕終了。10分間の休憩。よし、いい流れだ。つかみバッチリだぞ。お疲れ様です。はい、水分補給してください。姫、体調の方は？何の問題もない、最初からそう言ってる。そうか、ならいい。どうですか、俺もう少しテンション落とすべきでしょうか。いや、前半は今の感じでいいだろう。終盤とのギャップが際立つし。瀬野内さんどう思います？問題ないですか？姫、俺どこが悪かったですか？今ならまだ軌道修正聞きますから言ってください。吉田。はい。おい、二人とも
反省会なら舞台が終わってから。完璧だよ。はい？滑り出しはかなり走ってないし遅れてもない。私もやりやすい。今のままで頼む。はあ。嘘、絶賛？しかも瀬の内が。すごいことだぞこれは。おい、ならなんでそんなに機嫌悪いんだ。別に、単なる個人的事情。脅かすなよ、一瞬凍ったぞ。とにかく今のところ舞台の出来には満足してる。だから今私に話しかけるな。姫、意味がわからないんだけど。カップルでお越しになられますかよ。そういうことかよ、ふざけやがって。瀬の内さん、バレてえら。いいよ、わかったよ。もうこれからもっとすごいもの見せてやるから、最後までお楽しみくださいってんだよ。そうだね、これ多分ね、最後まで見てしまうとちょっとしたちょっと機会を失ってしまうから、今この場を借りて、まあ10分の休憩ということでね、マクマをちょっとお話をしたいと思うんだけど、まあ演じれば演じるほど、解像度が離れていくわけですよ。確かに、千秋に関しては、春樹から聞いた3人のお話っていうことを全てね、春樹はバカだから、全てペラペラ話して知ったかもしれん。けど、あの場に、ね、高校時代の3人には何がありました？我々、ね、パート1からもう150とかなっとるんかな？ 150 は言い過ぎかな？そこら辺になっとるんだよね、このパート。何がありました？この高校時代の。ね、全部60くらいあったっけな？うん、60ちょっと、70近くまでありましたよね。ええ、洗面所の歯ブラシとかさ、そういう話も一切、ね。春樹は知らんからさ、春樹が知っとることは千秋も見聞きして考えれるかもしれんけど、そもそも春樹が知らない3人の事情っていうのは推し量ることもできず、そして演じれば演じるほどおぎそ刹那から離れていき、うん、ね、まあちょっとこれ感想の方でも話そうと思ったんだけどさ、まさかこんな展開になるとは誰も思ってなかったんじゃないですか、多分初見の人はね。うん、そりゃそうだよね。あれだけ猛威を振るっとた泉千秋という存在が、ここに来て全くと言っていいほど立場が逆転どころか、そもそも舞台にすら上がってなかったんだよね。ホワイトアルバムっていう。うん。すごい話だよね。役者が舞台から外れとるわけよ。うん。すごいよね。ホワイトアルバムという呪い。もう生半可な中途半端な部外者は、体を切り裂くんだよね。それこそお芝居の天才っていうね、泉千秋が演じれば演じるほど天才でなくなる、人としてね、落ちていく、うん、でそれをさ、ホワイトアルバムという舞台から、うん、二人に見つめられてね、あくまでも喜劇としてね、コメディ要素として見つめられね、たまったもんじゃないよね、本当にね。面白いでしょ、ホワイトアルバム。もう今からでもいいから自分でやってくれ、うん、ずっと俺はこれを言い続けるけど、別にね、みんながプレイしてくれるんだったら俺の動画なんて再生ゼロでもいいわけですよ、そこまで面白いから、うん、別にこれ利益を上げてやっとるわけじゃないからさ、俺のね、事情はどうだっていいわけよ。ただみんなが、それでね、心を苦しめてくれるのであればすごいでしょ。クリスマス、初めてのクリスマス、ハッピーエンドだったでしょ。タイトルにハッピーエンドパート1、2、3、4とね、つけましたけど、あの意味がやっと分かってきたんじゃないですか。はい。この100いくつまでやった理由分かったんじゃないですか。はい。恐ろしい問題ですよ。そしてね、ホワイトラブの1ですね。やる意味があるでしょ。うん。すごいよね、このホワイトアルバムっていう曲。もう呪いでは呪い。呪いでしかないよ。うん。尾形英二が森川由紀のために作った曲であり、ね、その歌った森川由紀は、そのホワイトアルバムという舞台で藤井桃也君にあんなことやこんなこと、うん、いろんなことがありました。その背景を知って今このホワイトアルバム2、まあこれはちょっと感想戦の方で、この泉のルートが終わったら感想戦の方でちょっと話そうかなと思うんですが、はい、
だから言っとるでしょ、何回も言っとるでしょ、今からでもいい、本当に今からでもいいからホワイトアルバムの1からやってくれと、うん、だってこれはホワイトアルバム2なんだから、画面に書いてあると思うけど、うん、ね、だから2だけやるじゃダメなのよ、うん、ダメなんだよ、3割くらいしか作品をね、楽しめないわけさ、うん、これでやってなんか言っとる意味分かったでしょ、俺が1からやってくれっていうの、うん、そういうものなのよ、うん、面白いっすよね。本当に面白いっすよね。まあ、まだまだ続きますよ。はい。天才、ね、天才舞台女優が、はい。さっき、吉田も言っとったじゃないですか。公演が始まる前に。俺たちのステージ、頑張りましょうって。うん、まあ、それはね、和樹としてのセリフかもしれないけれど、うん。そもそも、だって、泉はさ、どこまで行ってもサブヒロインだからね。メインヒロインの化け物には勝てないわけですよ。途中というか、まあ、イオとかね、タケヤに対してさ、お前らはもうサブなんだから、舞台装置なんだから、ね、舞台装置らしく頑張ってくれよっていうね、お話もしとったと思いますが、はい。泉千秋ほどの人間が、ね、ホワイトアルバムという輪において、ね、近づけば近づくほど、自分のね、その輪に切り刻まれるヒロインとして、ね、自分に、気づかされてくっていう、うん、いやーそれでね、まあ切り札の話とかもあったけどさ、あの話もそうだよね、マジなんか感想戦みたいになってきてるから、もうちょっと終わるからちょっと我慢しとって、感想戦の切り札の時もそうやったけどさ、うん、やっぱり体を合わせれば合わせるほど刹那に近づけると思った、だってそれが恋人としては当たり前だから、けどホワイトアルバムがつなぐ3人の輪ってのはそんなもんじゃないんだよね。近づけば近づくほどね、北原春樹に近づけば近づくほど、小木曽刹那に近づこうとすればね、するほど小木曽刹那からは離れていくわけですよ。うん、いやー、そしてね、自分が切り札だとして握っていた妊娠というものですね、それがある以上ね、絶対に自分と刹那は近づけないっていう絶対的な、うん、それが春樹に対してね、絶対的な力になると思った泉千秋が、その、確たるね、まあまだ検査してないから本当かどうか分かんないですけど、妊娠という事実があることによって、一生自分がどれだけ解像度を高めたとしてもね、小木曽刹那にはなりきれないんですよ、うん、私は何にでもなれる、全て演じきれるってね、理解すれば解像度を上げればって言ってた、ね、千秋が、ね、小木曽刹那には届かないんですよ。化け物は人間が演じられるわけじゃないんですよ。宇宙人もダメよ、だって宇宙人だから、うん、化け物はほらもう形がないから、そもそもの、うん、形があったらそれは妖怪なわけですよ、うん、カッパとかさ鬼とかさ、うん、けども化け物っていうのはもう形ですらないわけよ。いや面白いね、本当に面白いでしょホワイトアルバム。なんかまあプレイ済みではあるんだけど、まあ記憶が抜け落ちとる分、俺もなんか初見みたいな感じですげえ楽しめとるから、うん、これはこれで面白いんじゃないかなって思います。いやマジでごめんなさいね、感は9大本当になんか休憩中の10分みたいな感じになってましたけど、はい、じゃあ続き言いましょう。寒くない？ううん、全然、それどころか熱気がすごくて。そうだな。椅子を取り払い、収容人数を増やした客席はそれでも完全にキャパを超えた観客で埋め尽くされ、まさに、これなんだろう、立水の余地もない。そんな中、俺と刹那は最後尾で壁に背を預け、暖房の効いていないはずのホールで彼らの熱演に当てられていた。たかが大学の演劇サークルの公演でこの盛り上がり、本当に実力があるんだなこの劇団、というかあいつがか。無理もない、序盤はありきたりなラブコメディだったのに、それでもしっかり笑わされたし引き込まれた。まだ見てく？うん。そう、これでこの先の展開が分かっていなければ、この先の展開が俺たちに突き刺さらないのなら、もう少し純粋に楽しめるんだけどな。
まあそういうものさ、うん、まああのなんかその皮肉というかアンチテーゼというかさ、うん、おじさんがこうやってね北原春樹のセリフとがきを読み上げても俺は北原春樹にはなれんからさ、うん、それと一緒さ、まるでおじさんが、いやプレイヤーの皆さんがね泉千秋の気持ち一番理解できるんじゃないですかね。第2幕第1話、雪音と和樹の関係と春菜と和樹の関係が微妙に交わっていく物語の動き出し、春菜と和樹との二人きりの時間の濃密さを知り、子供みたいに拗ねてみせる雪音、女の子に焼かれるなんて初めての和樹の戸惑い、うろたえるだけで行動を起こさない和樹への雪音の苛立ち、そんな二人の理不尽な仲違いに呆れ仲裁に入りつつなんとなくモヤモヤしたものを抱えていく春菜。このシーンに関してはこれ以上語りたくない。彼らが演じる二人があまりにも初々しくて、なぜか俺の顔から火が出そうだったから。そしてそんな風にうつむいてしまった俺がちらりと隣を横目で見ると隣人は真っ赤な顔をして首を俺と同じ角度に曲げていた。第2幕第2話、もうね、演技すら出されなくなってきたね。やめろ見るな見るダメだっつの。そりゃまだ作りかけで、いやそもそも表に出す気ないんだから。届かない恋、ねえこれもしかして歌詞？何も知らずに人のノート盗み見しようとしたのかよ。届かない恋をしていても映し出す日が来るかな。すごいすごいよ和樹くん、意外な才能。恥ずかしいから音読するのやめてくれ。これ今度のコンテストでやるんだよね。ってことは私が歌うんだ。すっごい。いやそれは無理だ。曲ができる前にみんなバラバラになっちゃったし。曲？作曲ばかりはな、やったことないし。いずれ形にできればいいと思ってはいるけどさ。ま、当分は先の話だな。ところでさ、ん？さっきから重いよ、和樹くん。うわあ、ごめん、ごめん。この物語のタイトルが第2幕の中盤に来てようやく物語の中に登場する。第2幕第3話、お前これ机の上にノートを置きっぱなしにするな。恥ずかしくて破り捨ててやろうかと思ったぞ。だから人のノートを勝手に読むなと。全然曲に載せることを考えて書いてないだろう。素人丸出しだ。おかげで作曲する人間だけが苦労する。お前たちの面倒も見なくちゃならないのに、とんだ災難だ。それでも作ってくれるのか俺たちの曲。雪音のためだ。あいつがすごく歌いたがってたから。お前の要望なんか何一つ考慮してない。ありがとう冬木。間に合うといいんだけどな。三人の歌、和樹が詩を作り春菜が曲をつけ雪音が歌う歌、三人の絆がやっと一つにつながり運命の歯車が回り出したあの日の出来事。第2幕第4話、そしてコンテスト当日、
回り始めたばかりの3人の歯車はあまりにも早く狂い始めていく。緊張してる？しない方がおかしいよ。大丈夫、俺たち優勝候補でもなんでもないし、周りがみんなロックバンドなのに空気読まずにポップスだし。しかもなんちゃってポップス。ボーカルはカラオケ上がりだし、ギターは下手の横好きだし、唯一まともなキーボードはクラシック畑。もしかして私たちって恥ずかしいユニット？他のバンドにも何人か女性ボーカルいたけど、雪音みたいに白いヒラヒラの衣装着た子は一人もいなかったな。はあ、ますます緊張してきた。もう余計なプレッシャーかけないでよ。いや、ごめん。もう和樹くんのせいだ。和樹くんがコンテストなんかに無理やり参加させるから。そこまで遡るか？手出して裏返っちゃったらどうしよう。それともガチガチで全然声が出なかったら。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あのさ、ゆきね。何？目つぶって。おまじないするから。だからほんのちょっとだけ目を閉じてくれないかな。それってダメかな？ダメってそんなこと絶対ない。ここでダメだなんて言う私はダメな私だから、私がダメって言う前に強引にしてくれないとダメ。黙って。うん。はい、これ。目開けていいよ。何これ？ピック。ギターの。ピック。俺が初めて買った中古のギターについてたやつ。それ以来、ずっと俺のお守り。ライブの前とかテストの前とかさ、これを握ってると不思議とリラックスできるんだ。ま、気休めといえば気休めなんだけどさ。ゆきね？ぶっぶー。え？あ、俺今いい話でまとめたなって。なんか自己満足に浸ってるみたいだけど外してるから。私今思いっきり落胆してるから。なんで？和樹くん本当にバンドやってたの？モテたくて音楽やる人間の思考じゃないよそれ。ゆきねって実はロックにものすごく偏見持ってない？だってああいう言い方されたら普通あれだって思うよ。空気読んでよ。あれってあ、いやまさか雪音に限ってそんな。人のことを置物扱いしないで。雪音。じゃあもう一度目をつぶるので考えてみてください。制限時間は30秒。ええ？うーん。目をつぶったのは分かったけどさ、その背伸びは何？いろいろと対応がしやすいよね。何の？ああ、それとお守り代わりのピックだけど、これはこれでいただきます。嬉しい。大事にするね。何それ？残り20秒。雪ね。残り10秒。10秒、早っ。残り15秒。増えてる？雪ね。ごめん。もう少しだけそのままで。すいません、あなた方最後の組ですよね。そろそろ舞台袖の方に移動してください。あれ、お二人だけですか？残りのメンバーは？はい、ちょっと休憩行ってるみたいで。
そうですか。じゃあすいませんが、皆さん揃ったらすぐに移動願います。はい、了解いたしました。時間押してるんでよろしくお願いします。なんだかな、すっげえタイミング。いや、ここで笑うのはお約束でしょう。もう最低。でもリラックスできただろ。リラックスしただけだったけどね。別に焦る理由なんかないじゃん。コンテスト終わったらそれっきりってわけじゃないんだろ俺たち。そっちには理由なくてもこっちには重大なのがあるんだけどな。え？なんでもない。じゃあ私先に行って春菜探してくるから。あ、ああ。春菜のステージ衣装です。そのまま広げといて。危なかった、惜しかった。てかどっちなんだよ俺。春菜の登場は舞台左からなので、着替えたらすぐに裏から移動してください。分かってる。大丈夫ですか？息上がってません？何言ってんの、まだ半分しか。瀬之内さん、ごめん、脱いだ衣装に足引っ掛けた。けどさっきの雪音はやっぱ吊り橋効果だよな。早く着せて、あまり時間が空くと吉田が気の毒だ。はい。いよいよあのシーンか。泥沼の三角関係突入ですね。ふっ、二人揃って食らいやがる。とにかく深呼吸。しくしょう、雪音が落ち着いた代わりに俺がガチガチだ。やべ、お守りがない。あれだけでも返してもらっとけばよかった。イチャイチャしたりジタバタしたり忙しいな。え、冬雪。まあ千載一遇のチャンスを逃したんだ。焦る気持ちもわからないでもないけどね。何のこと？今さらとぼける必要ないんだって。こっちは一部始終見てたんだからさ。中学生かよお前ら。恥ずかしくて見てられなかったぞ。見てたのか見てられなかったのかどっちだよ。見てた。見るな。なら見せつけるな。人がすぐそばにいるのに全然気づかなかったくせに。だいたい今までどこふらついてたんだよ。30分前には控え室入りしとけって言っただろう。別にうろちょろしてたわけじゃない。ずっと更衣室にいたんだよ。なんで？なんでってわかるだろ。なんで？ふざけるな、こんな恥ずかしい格好させやがって。なんで？ものすごく似合ってるじゃないか。お前に言ってほしくないわ。なんで？なんでなんで、うるさいな。そんな風にしつこいと雪音に嫌われるぞ。お前も嫌うか。ああ嫌うね。しつこいくせに流されやすい男は大嫌いだ。虫唾が走る。そっか。さあ行くぞ。さっさと終わらせてめでたくユニット解散だ。解散？当たり前だろ、コンテストまでって約束だ。私にはお前らとこれ以上一緒にいる理由も意味も趣味もない。むしろここまでよく続いた。なんでもっと早く諦めなかったんだろう。ありがとな冬木。
何度も言う、雪音のためだ。お前なんかに感謝されるいわれなんかこれっぽっちもない。それでもお前がどんなに俺を嫌おうと感謝だけはさせてくれよ。お断りだ。嫌だね。これだけは何があっても譲れない。俺はお前と一緒にやれて嬉しかったんだよ。仲間とも一緒に弾けない俺にいつも付き合ってくれてた正体不明のピアノとさ、合わせるの大変だったんだぞ。お前すぐとちるし、テンポずれるし、曲の趣味は悪いし。ごめんな。それから今日まで本当にありがとう。まだ終わってないだろ。最後の一番めんどくさい本番が残ってる。そうだな、これが最後だ。行こうか、冬木。雪音が待ってる。西村。ん？おまじないだ。最後くらいノーミスで決めてみろ。え？じゃあ、頑張れ。事実は小説よきなりって言うけどさ、ね。あのホワイトアルバムを知っとる我々ってか、つうかね、高校時代のあの恐ろしい地獄を目の当たりにしとる我々からしたら、やっぱ舞台は舞台だよね。面白いね。そしてさっきも言ったより、さっきというか、まああの前のあの休憩の時かも言ったように、ごめんね、水飲んだ。結局は春樹の側面からしか千秋は知ることができんかったから、あの刹那との土手の会話、あの時に結局ね、中身を知れんかったからさ、だから無理なんだよ。あのこの3人のね、あの絆、この届かない恋ないしホワイトアルバムを巡るこの3人のお話って、あの春樹を巡るカズサと、刹那の奪い合いとか泥沼とかそんなんじゃないんだよね。カズサと刹那がひたすらにつながり合っとったからこそ、春樹を取り合うためにこんなに誰もが苦しまなあかん状況になったわけさ。うん、けど春樹はそんなことをまあ理解できてないし、まあ、知ってはおったけど、それを千秋に話したところで、なんかそのね、コピーのコピーみたいなさ、伝聞の伝聞、伝言ゲームが必ず成功するわけはないからさ、そんなもんだよね。うん、いや、おもろいね。これはこれで喜劇としては面白いね。冷たい床に置かれていた俺の右手に暖かさが重なる。隣にちらりと目をやると、俺に左の手のひらを重ねた刹那がしっかりと正面を向き舞台を凝視してた。胸に突き刺さったトゲを抜こうともせず、俺たちの歌に耳を傾けていた。物語が現実とずれ始めてる。コンテスト開始直後のあのシーン、事実なら学園祭の高野祭、物語ではコンテストの開始前、あの場にいたのは刹那と俺のはずなのに、この場で触れ合ってしまったのは春菜と和樹。あのシーンの相手が違うことに果たして物語上の意味があったんだろうか。この芝居の脚本家はあの時の史実を正確に掴んでた。なのにあえて違う展開を用意してきた。あらららら、ら、本当にそうかしら。この芝居がただのお話じゃないということを知っている俺たちにしか気づけない微妙なパラレルワールド。おや？これってもしかして俺たち二人だけに向けられたあいつの仕掛けたいたずらなんじゃないか。あの瞬間、刹那は一瞬だけ目を見開き、ほんの少し自虐的に意味を漏らして
唇を噛みしめた。だって刹那にとっては、刹那の目から見たあの時のシーンってね、これがおもろいよね。だって千秋はそれを知らんしさ、千秋はそれを知らないんだよ。ただ春樹の言うように、あの異種返しの意味でそう改変したことが結果的に事実になってしまってね、あの表と裏二択選んで、たまたまね、あのこっちが表だと思うからじゃあ逆を選ぼうってなったらそれが表になっちゃった。そしてあの瞬間、俺はどうしていいのか分からずにとっさにうつむいて、やっぱり唇を噛みしめた。だってあそこにいるのは、演技とはいえあんなことしたのは、こいつらなんか勘違いしてね、かもね。どうすんだよ、ラストなのに会場静まり返っちゃったぞ。うん、失格になるんじゃないのかな。なんかもったいないよな、決して悪くないのに。黙っててよ、歌が聞こえない。悪い。周囲のざわめきが舞台上で繰り広げられる彼らの演技ではなく、舞台の上で奏でられる彼らの演奏に向けられる。彼らは芝居の観客ではなくコンテストの監修役。こんなところにまで芝居が仕込んである。彼らが舞台の3人の演奏に聴き入ることで、俺たちまでもがこれが芝居ではなくライブだという錯覚を植え付けられていく。舞台では雪音が歌っている。刹那よりちょっと芝居がかっているけれど、それでもよく通る、めいめいとした声で声高らかに歌い上げている。声高らか、つい今一番信じていたはずの2人に裏切られた雪音が、俺に重ねられた刹那の手が温かさとともに痛みを伝えてくる。だから俺はもう片方の手も刹那の手に重ね、彼女の手のひらから伝わる気持ちをゆっくりとほぐしていく。冷たくなってなくていいよね、緊張すると人間の手って冷たくなる。資格とか責任とか今はそんなこと考えない、考えたくない。ま、あのこれは千秋ルートなわけだから、これくらいの異種返しはあってもいいよね。だって完全敗北したんだし、刹那に対して心では絶対に勝てないっていう、春樹は絶対に手に入らないっていう。第2幕終了。よし、よし、セットを組み替えて、残るは最終幕だけ、あと一踏ん張りだ。お疲れ様でした、瀬之内さん。さ、戻りましょう。瀬之内さん、え、ちょっとどうしたんですか、瀬之内さん。誰かコメンテーターして。どうだ。とりあえず意識は回復しました。まだ立ち上がれないみたいですけど。そうか、よかった。で、続けられるんですか。吉田、お前こんな時に何を。ええ、こんな時です。舞台の真っ最中ですよ。次はいよいよ最終幕なんですよ。座長は代役とかいろいろ手を打ってたみたいですけど、今日だけは瀬之内さん変えるのはもう無理ですよ。観客的にも俺的にも。そうは言っても倒れた時もろ頭ぶつけてたし。彼女がダメなら今日の公演は中止ですね。少なくとも俺は続けられません。本人はまだ出るって言ってたけど、でもあの体調じゃ。どうして急に倒れたんだ。どれだけ寝なくても全然食べなくても芝居してる間だけはいつも平気だったのに。
それは瀬之内さんだって女性ですから。まさかつわりとか流産とか。なんでいきなりそんな話になるんですか座長。それセクハラですよ。いや、それは逆です。いきなり来ちゃったんですよ。え、まさかそれって月の。それも相当に重いらしくて、それで極度の貧血状態に。最悪だ。うん、妊娠はなかったね。いやいや、あれおかしいですね。芝居に本気になればなるほどそういうのとは全く無縁の、感じだったのにね。この今日の公演はここまでで、明日からは代役を立てる。雪音と春菜に一人ずつ。元から二役ってのに無理があったんだな。何言ってんの座長。私今までだって一人で何役もやってきたじゃん。今回は今まで以上に入れ込みすぎだったんだな。それで反動が来た。それに体が戻ったとしても心まで雪音に戻れるかどうか。どういう意味。結構本気で切り札のつもりだったんじゃないの。女としての心当たり。うん。残念だったけど、まあその既成事実ならまた作れば。二度とさせてくれるもんか。あからさまに拒絶されてんのにさ。でもほら、一度はそういう仲になったわけだし、姫が泣いてすがれば。あるいはそんな格好悪いことできるもんか。女優だもんな。ま、そんなわけだから客には俺から説明する。座長の仕事なんてそのくらいだし。いけるよ。無理だ。体は大貧血、心は大失恋。続けられる理由が見つからない。私が瀬之内明だからだ。男に溺れる前の姫だったら信じたけどな。溺れてない。操れなかっただけだ。とにかく続けるにしてもやめるにしても姫には降りてもらう。今日だけじゃなく明日以降も。私のワトスだ。今はもうみんなのワトスだよ。いよいよ第3幕。ここからはきっと中途半端だった原作を差し置いて、物語の方が先に進んでいくオリジナル展開。3人の関係が歴史を外れ、脚本家の、解釈が語られていく。あいつが真に伝えたかったことが俺たちに牙を向く。本当に最後まで見ていくのか。きっとあいつはこの先容赦なんかしない。雪音は物語の闇に突き落とされていくだろう。そして表面上では無関係な刹那の心を深くまで食い破ろうとするに違いない。これ以上は辛いだろう。でよ、家まで送るから。だってあいつが物語に対して妥協するわけがない。大多数の心を揺さぶるために少人数の心をえぐるなんてことはあいつにとっては正義なんだから。何しろえぐられた俺が言うんだから間違いない。でも春樹君は。刹那が辛いのなら俺は問答無用で出る。今はそれが最優先だ。絶対に心に深い傷を負うことになるのに、これ以上は致命的かもしれないのに。見てく、最後まで
彼女のメッセージ受け取る。刹那。それでも刹那はまた正面を見据える。そう、ここで結局見てくっていう選択をするのが刹那の刹那たるゆえんなんだよな。ねえ春樹くん、あなたもそうする必要があるんだよ。わかった。だから俺も未だに開かない最終幕をしっかりと目を見開いて待ち構える。あいつの真意を確かめるために、あいつの演技の中の真実を見つめるために、見つけるために。だってえぐってもてあそんで食らい尽くしたはずなのに、それでもあいつは丸びれずにまだ俺のこと。あいつにとってもう絞りかすのはずの俺のこと。第3幕第1話。物語はいきなり飛ばしてた。何しろ舞台は3年後、俺たちのリアルタイム。けれど物語は今までよりもよりパラレルワールド色が強くなっていった。ゆきねは今年さ、学園祭来られそう？おや？うん、お仕事入っちゃってる。3日間とも？3日とも。そっか。それがね、他の大学の学園祭なの。事務所が勝手にスケジュール入れちゃって。なんだかな。和樹くんはどうするの？え、俺？そうだな、ゆきねと一緒かなって思ってたから特に決めてないけど。そうなんだ、ごめんね。いや、俺の方こそごめんね、和樹くん。じゃあまた今度ね。そうだね。それじゃあおやすみなさい。だね。あ、うん、おやすみ。わざわざごめん、電話までしてくれたのに。いいよ、それじゃ。うん。ゆきねと一緒かなって思ってたから特に決めてないけど。わざわざごめん、電話までしてくれたのにってね。謝るとこってそこなんだ。厚かましいにも程があるな。うるさいな。他の女を部屋に連れ込んでおいて彼女とラブコールかよ。いいご身分だな。おい、友達だろ。俺の部屋に春菜がいたってゆきねは心配なんかしない。間抜け。それにまだ話は終わってない。一体どういうことなんだよ。何が？留学の話断ったんだって？せっかく母親と暮らせることになったのに。どうしてなんだよ。お前日本にいたってこれ以上伸びないって言ってたじゃないか。そりゃ確かに、これ以上伸びたいならヨーロッパに行くさ。でもそういう気持ちがなかったら。夢だったんじゃないのかよ。自分の母親みたいな世界的なピアニストになるのがさ。お前には言われたくないことばっかりだ。どういう意味だよ。メジャーになるってお前の夢どこ行ったんだよ。愛しい彼女が代わりに全部叶えてくれたからもう僕は満足ですよってか。春菜。本当に良かったんですか？瀬之内さん、とっくに限界超えてますよ。そんなこと言ったってさ、見てよこの引っかき傷。いくら座長でも今の彼女なら止められたのに。俺ってそんなに腕力に定評ないんだ。本気で止める気がなかったって言ってるんです。だってさ、もうこうなっちゃった以上どこでストップがかかっても中止は中止だよ。それに明日以降は君らがいる。あれだけ彼女のこと一人だけひいきしてきたのに、座長の意に沿わなくなったらポイ捨てですか？俺が？まさか。姫が俺らを捨てるんだよ。こんなちっぽけな劇団なんかさっさと見切りつけてさ。
男に溺れたからこそできる芝居があるか。え？見せてもらおうじゃないか、君の最後にして最高の舞台をさ。うん。カズキ、いつもの約束守れよ。あるな。ユキネには内緒だぞ。第3幕第2話。ここで物語は空白の3年間を描く。3年前のコンサート、見事審査対象外として落選した3人のユニットけれど、その時の歌がとある芸能プロ社長の目に留まり、その1年後見事にデビューを果たすことになる。ボーカリスト初芝ゆきねとして彼女一人が。和樹はギターを諦め大学に進学し、ごく普通の学生生活を過ごしていく。そんな新進気鋭のポップス歌手と平凡な大学生の二人は、けれど彼女の方からの熱い告白により、彼女のデビューと前後してごく身近な人たちの間で公認となっていた。どっかで聞いたことありますね。そして3人のうちのもう一人、将来を渇望された天才ピアニスト冬木春菜は、自らの可能性を自ら閉ざしていった。1年目は順風満帆だった。出会った頃から変わらない憧れと愛情を等身大のまま和樹にぶつける雪音。自分の本当の気持ちを封印し、けれど自分の本当の気持ちに素直に雪音の思いに応える和樹。そしてあのコンテストの日以来、ずっと奇跡のようにただの友達であり続け、雪音と和樹を見守り続ける春菜。2年目にさざ波が押し寄せ始めた。けれど皆はまだそれを嵐の予兆とは感じなかった。スター街道を駆け上がっていく雪音は、和樹への募る思いとは裏腹に、二人の時間をじわじわと奪われていく。有名人を恋人に持つただの大学生のままの和樹は、彼の夢を代わりに叶え、そして彼の夢を奪った雪音に、寂しさや不安、そして嫉妬や疑心を重ねていく。二人の共通の友人というスタンスを守り続ける春菜は、和樹の悩みや辛さを吸い出してあげているうちに、その毒が全身に回っていくのを抑えられなくなる。そして3年前のあの日以来、お前のことなんか別に何とも思っていなかった春菜の本当の、そして真摯で深い思いの発露。母親の活動拠点であるウィーンへの留学の話を蹴ってまで日本に、和樹のそばに居続けようとする。雪音の身代わりであり続けようとする。だから必然的に過ちは起きてしまった。春菜と和樹にとってそれが過ちでなかったことが最大の過ちだった。第3幕第3話。そして何もかもが音を立てて崩れていく。どうしてそんなこと、そんなことどうして言うの。物陰から和樹は見てしまった。親友同士のはずの彼の恋人と彼の恋人が、彼をめぐってとうとう決裂する瞬間を。このシーン、きっと演出は相当苦労したに違いない。何しろ一つの舞台に雪音と春菜は登場できない。けれどこの物語において二人の対決と決裂は必須なのだから。違和感は当然あった。けれど
主演女優のあまりにも鬼気迫る演技は、その無理のある演出を些細なものにしてしまった。そして破滅の音が響く。刹那の、ごめんね、刹那の手のひらに汗がにじんでる。けれどそれは一緒に握り合っている俺の手から流れ出したものかもしれない。たとえどれだけ傷つこうが、ひどい描写をされようが、俺たちは確かに今あいつの舞台に吸い込まれてる。私あんなに強くなかったな。俺たち3人にはとうとう最後まで訪れなかった場面を演じるあいつの演技に。カズサも強くなかったよね。優しすぎた刹那は舞台に上がらなかった。臆病すぎたカズサは舞台から逃げ続けた。そして俺だけは舞台の彼と同じだった。傍観者としてそこにあり続けるしかなかった。誰もが悲しくも切ない終焉を思い描いていた。彼らのイメージの中では雪音は完全に脱落側だった。遠くの恋人より近くの友人、昔からよくある遠距離恋愛の犠牲者。それは距離だけでなく立場においても。ピアノを捨てた春菜には和樹がそばに残り、捨てなかった雪音には歌だけが残される。だから雪音は歌う。3人が初めて一つになった思い出の歌を、3人が3人でいられなくなった思い出の歌を、と本当に誰もが思っていた。その状態でよく生きてるな。和樹に引きずられてるのかも。本当に良くなったね、あいつ。みんな育ってるよ。姫が見てなかっただけだ。そっか。次が最後のシーンだな。そして最長のシーンだ。しかもセリフはほとんど姫だけ。見せ場だね。最後まで立ってられればな。いや、倒れても見せ場は見せ場か。そんな挑発しなくてもいいよ。私今反発するほどの元気もないんだからさ。姫。なーに、勝負はここからだ。私はまだあの二人に何も伝えてない。第3幕第4話。けれど脚本兼主演女優はここから誰もが予想も期待もしなかった怒涛の粘りを見せる。どちらか一つを選べずに結果的に任せた雪音、強い気持ちで恋を選んで結果を引き寄せた春菜。そんな恋人以外何人もかも手に入れたヒロインと、恋人を手に入れるために何人もかも捨てたヒロインをあえて最後の最後で拮抗させる。ねえ、和樹くん、私捨てないから。あなたへの思いも、今この手に掴んでいるチャンスも、女の子としての恋する気持ちも、歌手としての嬉しさも楽しさもプライドも、全部手に入れようとするから。死に物狂いで頑張るから。それはものすごいバランスだった。違和感も優越感も嫌悪感も抱かせず、けなげで一途な、けれど新進気鋭のシンガー初芝雪音が完成していく。自分の恋を追いかけて一生懸命やってたら、いつの間にかチャンスをつかんでいたけれど、もしかしたらそのことで和樹くんを傷つけてしまったかもしれないけど、彼女の愛情は決して行き過ぎず押し付けず、けれど控えもせず強く優しく。
でもね、私後悔してない。だって掴んでからそれが自分の夢だって気づいたの。和樹くんが与えてくれたかけがえのない私の道だって気づいたの。だからこそ和樹と春菜を直のこと苦しめる。だから私何もかも諦めないからね。最後の最後になって誰もが気づいた。これは初芝雪乃のための物語だったのだと。何か一つを捨てて他のすべてを手に入れるなんて、そんなバランス感覚私にはないもの。彼女はあまりにも貪欲で、あまりにも純粋で、そしてあまりにも強すぎた。思いの量に強さに上限なんかない。歌に対する思いが強くなるにつれて、和樹くんへの思いが弱くなったことなんかないもの。こんなヒロインを刹那をモデルにして作るなんて、脚本家は頭がおかしいとしか言いようがない。会えない時間が思いを育てたんだもの。ほんの少しの二人きりでいられる時間がもっと思いを育てたんだもの。だから私の気持ちは負けてなんかない。いや、もうこの役は刹那だけがモチーフじゃない。すべてを取ろうとして、すべてを失ってもいい。それでも私はすべてを求め続ける。初芝雪音は小木曽刹那でも東間和沙でもあり。信じてるなんて言わない。和樹くんが私と春菜のどっちを選んでもそれが間違ってるなんて思わない。そして泉千秋自身だった。ただ私の思いは春菜に負けてない。春菜もそうだというのなら、あとは和樹くんに決めてもらうしかない。本当にバカで天才だ、このバカは。ねえ和樹くん、私和樹くんのこと本当に本当に愛してる。これだけは真実だって約束する。物語はそこからもまだ2点3点した。雪音も春菜も最後の最後までお互いを愛し合い、そして潰し合った。この後の結末はもう無粋なので、これ以上は言わないでおく。ただ場内の割れんばかりの拍手と、幕間の時間が長かったせいですでに深夜に及んでいた時間を観客の誰もが忘れていたという、その事実だけをここに。ああ、それともう一つ、カーテンコールはなかった。この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。瀬之内さん、よかった。ここ最後、舞台終わった瞬間また倒れたんですよ。そっか、今何時？